これが作り盛りに入る。はい、見てください、これ綺麗なマグロ、高知県宿毛湖の生の本マグロです。うわ、これが入る。はい、こ中トロ生の本マグロ、うわこれちょっと出るな。そうな、ちょっとだけつけて、うわいろんなマグロ食べてきたけど、ここまで脂の溶けていき方のこの時間経過のだんだん溶けてきてから最後ブワー溶けていって、そこに甘みと旨みがあって、それを十分こう味わってからこの日本酒の旨みでグッとやるとまた口の中で味が上がります。これすっごいわ、目利きがすごいんやろな、ここの店の。あのあと切り方な、これやで、うん、うわうまい。これを紹介したかってもう秘伝の炊き込みの、はい、そうです、鶏ガラを40羽8時間炊いてます。こちらのもうプルプルのこのコラーゲンなんですけども、あのもう天然のコラーゲンで、あの親父が言うのもなんですけど、はい、親父が食べても次の日プルンプルンになるので肌もうすぐに端から溶けていきます。40羽を、これが鍋の出汁になんねえもんね、はい、またこちら別で桃物を入れてるんですけど、これが美味しいですよね。これを今から入れさせてもらいます。いや絶対追加してまうやつやん。これで2人前ですか。これで2人前です、うん、できたわ。これうまいね。もう僕の好きな醤油の、はい、皆さん好きなポン醤油、ポン酢醤油入れていいですよね、はい、ちょっと1個目なんで持っておきま す, お願いします。これが美味しいね。これが、これが感動してん。このレタスはしゃぶしゃぶ。そうです。レタスはしゃぶしゃぶで食べてください。わかりました。ですね、餃子今回は、これは
ビールと餃子で決まりやね。甲州の、10年グラスになります。いかつ、思ってたよりいかつ結構量はありますね。はい、ありがとうございます。あ、美味しい。紹興酒は失礼いたします。これが麻婆ピーナッツですか。麻婆ピーナッツです。揚げたピーナッツを、麻婆豆腐とかに使われるスパイスを絡めて作っております。親父はピーナッツ古臭やろから踏んでる、なんか知らんけど。あ、おいしい。あ、めっちゃうまい。羽つきすぎてもう訳分からんことになってからすごいね、この羽が。ありがとうございます。これ餃子？餃子です。すごい。これはえぐいぐらい。これはすごいな。ビールと餃子最高やな。うわ、うまうまいわ。これうまいわ。これはすごいな。これ魚介か。で、この前で焼いてくれるっていうことですよね。そうです。これは酒進むなこれは。じゃあいただきます。重った。うわー、すんごい。いただきます。あー、うまい。うわー、うわー、いいな。うわ、ごちそうや。はい、どうぞ。え、マジで？え、自分で撮んの？はい、もう触らずに。うわー、すごいな。うわ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 、あ、持ってない持ってない。うわこれで660円なの。それで660円です。もうやめんの続けるために頑張ってるんです。嬉しいな大サービス。こういうとこ探してた。おいしい。ああ。あ、うまい。うまい。あー、これいいな。うん、
に住民票移したいですね、ほんまに。わあ、親父の白焼きですね。うわ、これもすごいな。でっけ、匠やな店長、口入れてくれて。わあ、海の香りする。いただきます。ごちそうや。初お寿司屋さん。はい、うわ、いいですな、テンション上がるわこれ。大将、後ろの言葉はこのお店の言葉ですか？そうですね、あのネタによってちょっと握り方変えてるんです。かっこええよね。見て、あの右の方から、あれすごいね、タレ握り。タレ下ること、振り袖のごとくっていうことですか？はあ、こぼれ握り、あふれ散るごとし、落下のごとし。はあ、他で見たらこぼれます。うわあ、すげえなあ。この手さばき見てんのが、あてやわ。うん、絞ったな。なんやろな。はい、こちらが島味のタレ握りです。タレ握り、はい、もうこのままでいいぐらいですか？いや、お醤油ちょっとかけて。醤油かけて、はい、うわー、これぐらいでいいで。すごい、もう、うわー、ブリンブリンや。これが寿司ですね。ザ寿司ですね。あの大ぶりやけどちゃんとね握ってくれてるから、そのシャリの旨味もね自然に入ってくるという。こぼれ握り、あふれ散ること、落下のことし、はい、うわー、これいくら頼んだ、これなの、はい、2杯分もおります。いいね、いいね。もうこれがこぼれ握り、これ最高っすね。うわ、うん、うん、うめえ。うわ、ほんまのいくら食ったな。本来いくらって高いもんなんですよ。それがね、そうですよね、あのそれこそ20年30年前やったらもっと高かったんですよ、ね、食べられなかったんですよ普通に、はい、今日俺が子供の時に大人がいくら高いな言うてたいくらを食べれさせてもうてるというか、はい、それもリーズナブルにね、うん、これうまいわ。うまい。車エビの踊り、はい、入ってます今日は。この今泳いでるやつでしょ。はい、大きいですよ。もう贅沢でいっちゃいましょう。お願いします。はい、喜んで。うーわ、うーわ、元気や。中納言のコマーシャルみたい。ほんまや。うーわー、すごい。この場で、うーわー、楽しみ。はい、車エビです。これ車エビですか？はい、こう先ほどやっていただいた、締めてもらった、はい、揚げたやつですね。うわー、お醤油かけないでそのままでどうぞ。動いてる。うわー、贅沢。うわー、これすんげー、ち
ょうど原料部ね、覚えてくれたの。いただきます。うん、レモン塩うまい。車エビすごいよな。うんうん、生きがいい。贅沢や、たまにはいいよな。いらっしゃいませおはようございます。久しぶりやな。お久しぶりです。ありがとうございます。今日なんで来たか言うたら、はい、後輩でね、はい、もともと芸人やってた、はい、翼清の翼くんがなんかこのおしゃれおでん屋さんをやってるということで、はい、ありがとうございます、はい、今日はあの美味しいの食べさせてもらおうもんで、いっぱい食べ召し上げてください。ちょっと今日はお世話になります。よろしくお願いします。お願いします。おー、親父セット。親父セット、すごいな。餅巾着におでんの卵とちくわですね。うわー、これすごい熱々や、ほんまに。ちくわアヒージョやもんな。どんなんやろ。うん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 、なるほどな。おいしい。ちょっとおでん3個食べれるかなと思ってんけど、はい、アヒージョでしてくれてるから、はい、そのだしが染み込みすぎてへんから、はい、食材のうまみと鰹節とかすんごい活躍するな。ありがとう。これ酒進むわ。コメントが超一流ですね。あの収入は超三流やけど。いや、言いますわ。何や、今日ちょっと違うぞ。後輩に引き出されてるわ、いろいろ。うわー、とろとろや。あ、これは出汁効いてる。うめえ。あ、出汁も効いてるわ。ありがとうございます。うまいわ。あ、おいしい。もちとろとろ。当店の名物、人気ナンバーワンのフォアグラ大根の日の目味噌アヒージョですね。すごいな。思ってたやつ大きいね。ありがとうございます、うん、はい、輪切りの大根を二段重ねしてるんで。うわ、これがフォアグラ。そうです、熱いの。さてもだ、はい。上が乗ってるのがフォアグラです。で、緑のは木の芽味噌ですね。で、ネギ添えてます。うわ、女子もここは楽しいと思うなぁ。奥様お元気ですか。シラフに刺すなよ。うわ、そうです。急に。知ってるからな、トラパは。ありがとう、いろいろな、結婚の時。これはレア回やな。じゃ、いただきます。うわっ、うまっ。うわ、これうまっ。フォアグラのこの香りといい、まあ俺あんま無知やから分かんないけども、炙ってくれた時のフォアグラでもランクあんのかな思った。これうまいよね、このフォアグラ。テリーヌというお酒で漬け込んだフォアグラになりますので、かなり濃厚にはなってますね。うまみがすごい。で、大根と粉に合うんやっていうぐらいの。うまい。あー、あー、うまっ。あ、それでうまい。
カオソーイのハーフサイズです。ハーフでこんな大きいの？そうなんです、はい。すごいね。お好みでパクチーも乗せましたが、うん、うわうまい、これめちゃくちゃうまい。ありがとうございます。出た14台、これは飲んどかなあかん、最後にちょっと締めでね、はい、大鳥屋は。ありがとうございます。お願いします。うわいいね。うわあざすあざす。さあ最後の締めは残ってるメンバーと上4台でキュッと行かせていただいて、うん、今日も一日締めますか、うん、まあうまいな14台。さあどうでしたでしょうか。下車の別荘周辺でございます。ナンバー3になるんですかね、もう美味しいとこがよみがえりましたけど、もう僕もまたおかわりに行く感じにも、プライベートではなってたりするんですけど、もしよかったら皆さんも気になるとこあったら、見てみてください。本当に最高のお店ばっかりです。これからもどんどん回っていきますんで、ぜひ見てください。よろしくお願いします。ありがとうございました。